皆さんこんにちは。 K スタンダードスタイルの K です。今日はこのようにバーミューダスタイルについてお話したいと思います。バーミューダ、この名前は北大西洋にありますイギリス領バーミューダから来てますね。そこでは現在でもフォーマルな装いとして保存されています。この証拠っていうか、ですからオリンピックの開会式のスタイルですね。バミューダ英領の更新の時は全員がバミューダスタイルとなります。まあブレザーに赤いパンツとか、まあそういう感じですけどね。あと必ず必要なのが黒のハイソックスに革靴、これがもう鉄則なんですよね。僕ら学生の頃はこのスタイルがマストだったんですよ、夏の。ですからそういう意味では夏が楽しみでしたね。意外とですからその頃の思い出があるんですかね。青春時代の年に何度もこういうスタイルをして街に歩いていきます。ですから僕にとってはこれはバミューダではフォーマルウェアでしょうけど、僕にとってはカジュアルウェアという感じですかね。このようにニットタイをして、まあ、大体白いボタンダウンしますね。この方が収まりがいいので、白のボタンダウンに黒ニットタイ。こうすることで、収まりが良くなるという感じですね。まあ、古い時代を懐かしんでるというだけではなくて、自分の中では心地いいというか、かっこいいという、そういう感覚がありますね。ですから、現在でもこういうスタイルをして、平気で歩いてますね。まあ、街でどう思われてるかは別ですけど。その時に必ず履くのがこのプロのチャッカーブーツです。やっぱり半ズボンだと足元が軽くなるとバランスが僕にとっては悪いんですよね。ですから必ずチャッカーブーツにします。ハイソックスに普通の靴だとなんかバランスが悪いんですよ。ですから僕は必ずこのハイカットのブーツにします。チャッカーブーツに、まあ、特に夏しか履かない靴がありまして、以前もお話ししましたが、平和堂靴店のいわゆるチャッカーブーツですね。僕は学生の頃、駿河台神田町ですかね、そこにありました。まあ、その辺にはスズラン通りってのがありまして、キリン屋というバンショップもありましたね。まあ、その辺りをうろうろしてたんですけど、現在では古書街になってますけどね。残念ながら今はもうその平和堂靴店はもうなくなってるんですけどね、2つチャッカーブーツとサドルシューズ、これが僕の2大マストでしたね。このチャッカーブーツに関しては3足ぐらい買いましたかね、履き潰して。まあサドルシューズもそのぐらいですね。ですからこれだけはちょっと残してるんですよね。この通り何の変哲もない足型 のちょっと健康サンダルのようなスタイルなんですよね。ですからこのハイソックスを履いた時にオールデンのチャッカーブーツとかもトライするんですけど、なんかどうも収まりが悪いんですよね。なんかバランスがちょっと悪いんですね、僕にとって。やっぱりこのちょっとおかめ顔のこのバランスが自分にとってはちょうどいいって感じです。まあこれは僕だけの感想かもしれませんけどね。いずれにしろハイソックスにはチャッカーブーツのような重たい靴がバランスが合うということはお話しておきます。そして上に着てますのがシアサッカーです。アイビー時代は60年代アイビーの人たちはどちらかというと渋い色が好きでしたね。ブラウン系とかオリーブ系、もちろん黒、紺、バーガンディ、そういったダークな色を合わせるのが好きでした。ですからこのようにこれはダークなシアサッカーですね。茶系が入ったシアサッカーです。これはもうそうですね、5年ほど前にケイドさんで作っていただいたものなんですけど、まだ着てますね。ちょっとハゲてきてますけど。ですからこうやってダークな合わせ方をするとちょっと逆に
若々しい感じが出てきますね。まあ、バーミューダ英領は現在ではタックスヘイブンで名を知られてますよね。金融としては50本の指に入るみたいですけど、まあ、残念ながら僕にはそちらの方は縁がないで、バミューダショーツのみになりますけどね。ということで、バミューダショーツの話をしていきたいと思います。はい、多分にツーマッチなアイビースタイルだと思いますが、オリンピックの開会式入場行進にネイビーとイエローだけで攻めるとこんな感じですかね。まあ、お遊びで着てみました。ちょっとオーバーサイズの2サイズオーバーのダブルのニューポートブレザー、それに、まあ、大体僕の場合はバミューダは長ズボンを膝が出た後ちょん切った膝のところで、そういうパンツが多いんですよ。ですから、あの、修理したパンツになります。もともとは、ロングのパンツですね。だいたい膝上ぐらいで、膝のちょっとさ、このぐらい短くてもいいと思うんですけどね。まあ、これはちょっと太かったので少し長くしました。そうやって、あの、普通のパンツを再利用することはバミューダパンツの場合はいいんじゃないですか。まあ、ちょっとお笑いなスタイルにしてみました。手持ちのサファリジャケットにカーゴ半パンツを履きまして、このようにコロニアル風にまとめてみました。こういう場合はだいたいアースカラーで統一してます。まあ、ネクタイはしてもしなくてもいいんですけど、まあ、たまたまカラーピンをしましてドレスアップな感じにしてみました。そしてバケットをちょっと斜めにかぶり、雰囲気を出すって感じですね。80年代こういったコロニアルスタイルが意外と受けたものですね。例えば電車や車に乗らない近所ブラ、そういった時の格好はこんな感じですね。必ずティーバッグはしています。中には筆記具と文庫本とそれと自撮り棒です。シャツはショーツの上に出します。そして白のソックスを緩く履いて、スニーカーとキャップ、これがまあ僕の近所ブラスタイルですね。以前はバッグとか持たないですし、手に荷物は持たないタイプでしたけど、最近はビジネススタイルじゃない日も多いので、ワレットや手帳など入れる場所に困ります。それなのでいつも D バッグを使用にしています。まあ、僕の日常のバミューダスタイルということです。次は柄のバミューダにトライしてみました。クレイジーマドラスですね。上にシアサッカーを着てますが、こういった場合でも僕は靴下を履きます。そしてちょっとルーズソックス風に履きます。下げて、でスニーカーにキャップを合わすという感じですね。まあ、例えばガラパンで、こういったガラパンとかでも、まあ、まあ、いろんなガラパンはいろんな柄が合うと思うんですよね。柄のバミューダは多少派手な柄でも、まあ、合わせることが可能なんじゃないですか。楽にいろんな楽しみ方ができると思います。まあ、僕の場合はアイビーから出てますから、こういったふうに、クレイジーマドラスみたいな柄が好きですけどね。マドラス柄が上にどんなジャケットでも持ってこれますし、夏の必須アイテムとなります。そしてスニーカーにキャップ、ルーズソックス、これがまあ僕の夏のバミューダスタイルです。まあ、ということで、バミューダスタイルは皆さんそれぞれ自分の考え方で着こなすことが楽だと思うんですよね。楽しんでください、夏を。
今年も暑い夏、バミューダスタイルを楽しみましょう。